ザーチジャニーの2個です。こんばんは。レザークラ、レザークラフトやってますか？いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。まだ車の中からです。今が12時58分、まあ僕からしたら早い方なんですけどね。今日はね、昨日周年終わって、今日は周年のその TikTok ライブで、かなりのたくさんね、お客さんにいろいろ買っていただいて、それをちょっとまとめて整理し直してたんで、今日はねライブもせず、動画も撮らんとこかなと思ったんですけど、ちょっと返しないでふと思いついたことがあったんで、ちょっと撮ろうかなと思ってます。よろしくお願いします。今日はね、なぜ妥当な価格をつけるかっていう、お話をしたいなと思ってます。妥当な価格って何やろ、なんて言ったらいいの。まあ皆さん普通にやっぱ値段価格ね、多分安いと思うんですよ。まあ僕に比べると多分安いと思います。まあもちろんね、僕は15年お店やってて、ほんでね、皆さんよりフォロワーさんいてたりね、そういうのもあって、それは高くしてるんやろみたいな感じはすると思うんですけどね。ただね、最初の1年2年3年ぐらいは安くしてでもいいかな。例えば今うちでいうと L 字ファスナー、一番売れる L 字ファスナーが6,000円、7,000円、9,000円で売ってるんですけど、多分皆さん3,000円とかそんなもんでつけてるんちゃいます。まあ色付きの革の人もおれば、手染めの人も大体多分そんなもんでつけてると思いますね。プロって言ってでもそれぐらいつけてる人いてると思います。僕からしたらね、今回の周年ライブで思いましたね。特に僕からしたらね、 L 字ファスナーとか、TikTok ライブでやってるやつっていうのはね、看板商品ではないんですよ。看板商品じゃなく、あれは何て言うの、そのフック商品でビジネス用か。まずね、不特定多数の人に見てもらってるし、不特定多数の人に買ってもらいたい。それは何でかって言ったら、僕のそのお財布やったりカバンやったり、僕にオーダーをしてほしいんですよ。オーダーがやっぱり一番その人の思いも入るし、その分金額が取れるっていう、大体高額商品になるんですよね、オーダー商品。もちろんそうじゃないですか、オーダーしていただいたらね、妥当な金額でやりますけど効果になるじゃないですか、いろいろとね言ってくれるんで。っていう風にしようと思ったら、やっぱりどんなの作ってるかっていうのを分かってもらわないとダメなんですよ。僕が見てるだけじゃなく、一応ね、ライブで、見ていただいてどんな感じで作ってるかっていうのを見てもらってるんですけど、やっぱり持っていただくことが一番いいんで、見ていただいてそこで興味を引いてもらって、ほんで持っていただく。ほんだら、いやこの人のやっぱりね、言われたことないですか、皆さんも。ご購入された方に、写真で見るより、実物やっぱいいですって言われるでしょ。それと一緒、そうなんですよ。結局、革ってね、写真ではね、伝えきれないじゃないですか。なので僕はね、写真あんまりね、こだわらへんというか、ある程度までしかやらないんですよ。もう、写真でも最大限やろうというのは無理なんで。でそこからどうしたかっていうと、もう動画でライブで、見せる、っていう感じにしようしてるんですよね。ほんでそれがね、やっぱりね、今回、フック商品になって、周年のセールで爆発した感がありましたね。まあ前にそのオーダーライブで L 字、まあいろんなもん買ってくれてる人がこの周年で、買ってくれるっていうチャンスもあったし、前から気にはなってたけど、とりあえず欲しいねんけど、この周年ライブでセールになってる、じゃあ買おうっていう人もおったんでね。ほんでそこからね、
買っていただいて、またオーダーにもつながってるんですよ。なのでね、まあまあまあそういうのも踏まえて周年ライブ、周年セール今回はうまくいってるなってちょっと思いましたね。で、やっぱりライブではね、あの常連さんとかが盛り上げてくれて、うちの常連さんはね、あのこんな言うてなくて偉そうに聞こえるけど、よくできてる、あのみんな優しい、応援してくれてるなってほんまつくづく感じましたね。なんか最初はねこう買う雰囲気があんまなかったんですよ。でも常連さんメンバーがこうなんか盛り上げてくれて買ってくれて、そこからダラダラダラって何点ぐらい売れたんやろ、20点ぐらい売れたんかな結局周年セール、ライブでドッグライブで20点ぐらい多分合計売れてますね。ほんで僕もねちょっと疲れてたんですよね。その前の日にちょっと飲みに行って二日酔いで、涙くじをね久々にしたいなと思って、でもちょっと疲れてるから今日やめとこうかなと思ったんですけどね。でもやっぱりそれでこう売れたらやっぱテンション上がるじゃないですか僕もね。でテンション上がって、涙くじもやっぱり皆さんいっぱい買ってくれたんです。豪華商品、総額8万円ぐらいになるんちゃうかな涙くじで。またそこで涙くじをやって、その見てはる人は新規の方を入れて、新規のその今回涙くじもね新規の方が入って、何人ぐらい 4,5 人ぐらい入ってくれてたんちゃうかな。でそこからまた一歩こっちに来てくれたりとかわけじゃないですか、僕のことをフォローしてくれた。でまたそのライブで僕が作ってんのとか見たらまた買ってくれるかもしれん。もうほんまにねこういう細かいことをね常に毎日ちょっとずつでもいいからやって、もうちょっとで1ヶ月ぐらいかな TikTok ライブで、ようやく種をまいて今回ちょっと芽が出たような気がします。なのでこれって結局失敗じゃなく成功例になったんで、僕がその TikTok に飽きひん以上はずっとやれるじゃないですか。 TikTok は廃れへんでしょ。ほんじゃ種をずっと巻き続けてるんで、ポン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 って定期的に咲いて、いつかはいい感じにもっとなるっていうのも分かったんでね、まあどこにねどんな風になるか分かんないですけどね、何があるか分からないんで、やと思うんですよね。なのでね、最初にやっぱりそれって安い金額つけてたら、なんていうの、すぐ手に入る商品、それもいいんですけどね。なんかやっぱりね金額って大事で、安くつけてたらやっぱりね魅力に見えへんとこもあるんですよね。僕と同じようなことやってる子もちょこちょこ出てきてるんですよね。で見ててもやっぱり安いじゃないですか。でも僕のやつを買うってなんで、まあ僕っていう人間から買うのと、やっぱりね僕ね何を言うてもお客さんって高級感があって信頼度のあるものが欲しいと思うんですよ。それが最初からどんだけいい作りであろうと安かったらそれなりに多分ね、感じると思うんですよ。そういう風に見てもらうと思うんですよ。だってお客さんって金額で買うわけじゃないんですよね本当は。金額で買うわけじゃなく、なんでそれを買うか、質でもないと思うんですよ。皆さん多分質だと思ってるんだと思うんですよね。でも質じゃないですよこれは確かですね。まあ質の最低限というか、当たり前の質は、レベルは技術はもちろん担保されてる話なんですけど、 LG ファスナーってそんなにだって特別な技術いらないじゃないですか。まああれはね僕が作ってるわけじゃなく、フォロワーさんに作っていただいてるんですけど、それを僕が染めてるんですけどね。やっぱりそのなんていうの、言葉にするとまずいな、ワクワクドキドキ感だと思うんですよね。でそのコミュニティに何を求めてるか、コミュニティでのアイコンみたいな、でも僕が一番本当に大事にしてるのがライ
ライブでのね、TikTok クラブやったらライブでのその和気あいあいとした感じでいて、ちゃんと正すと正す、なんなら恋愛相談もする、もうなんていうのかな、なんやろな、あれ居酒屋さんちょっとした、うん、のマスターみたいな感じで僕はやってるのかな。まあ飲みながらやってるんでね。でそれのコミュニティにやっぱり入った人っておると思うんですよ、見てたらこのね感じやと。でそれに入るためのアイコンみたいな感じで思ってるって、もう、うん、でいて作ってるんで、お酒を作ってるんで、作ってるんで、それも欲しい。安かったらねパッと買うけど、でもそういうお客さんってあんまりね質が良くなかったりするわけですよ、うん、そういうのもあって、ここはやっぱりまあライブ用の値段ではあるけど、ある程度の値段にしてます、うん、そこでお客さんをこう変な予定気にっていう。だから僕ね、やっぱりフォロワーさんで、フォロワーさんっていうか、レザクラのフォロワーさんはまた買ってくれないじゃないですか。それはね、なんでかなっていうのも分かるんですよ。やっぱりね、なんていうんだろうな、レザクラのフォロワーさんはレザクラをやっているから買わないですよね。でも本当は僕もね、いつもね、思うんですよ。買った方がいいんで。僕の商品に1個でも。僕ね、実は言うとそういう癖があるんですよね。同業者のやつを買うっていう。勉強になるんですよね。でもあんまり買わへんなっていうのが、ちょっと、ショックというか、不思議やなと思ってます。僕は本当にね、同業者のやつ、実を言うとね、ちょこちょこ買ってたんですよ、最初の方。ほんで勉強してたんですよ。どんだけ僕が、昔やったらね、雑誌とか見て、これすごいね、いいなって思っても、その実際がわかんないですよ。でもそれが、買ってくれた人、この人が買ってくれた人の、なんていうの、気持ちがわかるんですよね。それをやってたんで。でも、それがないんでね、ちょっと勉強してほしいなと思うんですけど、まあまあ、それは、あれなんですけどね。ということでね、やっぱり最初から妥当な金額、うん、しっかりとした金額をつけた方が、そういう風なお客さんとの本当は、ちゃんとした購入者を見つけることができると思います。うん、安いものばっか売ってると、リピーターって、そう、リピーターっすよね。リピーターがなかなかつかへんのちゃうかなっていうのが僕の、見解というか、考えであります。まあそれはまあいろいろあるんでね、僕はこういうふうに思って、やったことが、まあ今回、いい感じになったんで皆さんに共有しとこうかなと思って、こういうのもありますよっていうのを、共有しただけです。はい。もうちょっと続けますね。明日休みなんでちょっと家族で、のんびりして、のんびりしんひんか、明日買い物か。